さあ、西天平 VS 浅田聖の対決です。さあ、どうなることやら。浅田聖吾選手、プレミアリーグ杯の横綱対さあ飛んで返した西田。コークのことで、コークはですね、それはレフリーだった、間違えてはいけませんけど、間違えさせちゃいけません。仮に間違えたとしたら、選手が間違えさせてはいけません。うん、だからその、もう抜いて、選手がしっかりと、確認して、それはまあ出張しないとダメですね。で、お互いに確認し合って、それでも畑野選手は見てないとするのであれば、レフリーの責任というのはやっぱ重いですね。でも選手がやっぱちゃんとそこは、テレビカメラもあるので視聴すべきですね。僕は撮っていたと。そこはもう生かせてはいかない場面です、ね、いや、わかんないです、ね、全然わかんない。審判間違ったのかもわかんないし、小野圭太選手がチョイスしたのかもわかんないし。まあ、投げたら終わりなんで、投げたらもうそれはゲームスタート。さあ、サクッとっていう表現が最もふさわしいんでしょう。
と理論を丸々捉えるのはちょっと危険な気がします。そのくらい、スキルがすごいですね。ナインマーク3連覇すごいですね。なんすかこれは。まあ小野選手が言いましたけどね、もう浅田聖吾選手はもう今年はですね、無敵だと、もうリスペクトしないわけがないです。まあ指押しで合格ですねこれは。指押しで合格です。今度浅田聖吾と指押しで対決してみてください。合格ですよ。パーフェクトゲーム999の3マーク。ベスト8が入ります。はい、じゃあその手前、これが終わって抽選ですね。
いやー、恐るべし。浅田誠也。